てるわ。だからそういう風に言えてたらいいけど、さっきねあなたが言うたように喋ることを忘れて、ただひたすらこう書きもんばっかりするとか、あもしくはその新聞があったとして、うん、新聞のほんま切り抜きをひたすらこう集めて、ピンナップしていくみたいな、なんかまあ外場っていう単語ばっかり探して、外場って単語の切り抜きばっかり集めて、そういうのやりそう。でも、やりそう。やたら大スポとかで、まあいろんなねやらしい記事もある、うん、でも普通のちゃんとしたニュースもある、うん、で、でもそんな中関係なく、ちょっとエッチーところに乗ってる女性のこのもう くるぶしの部分だけこう気持ち悪い他の例えば、女性弁護士の方が、初めて大きい事件の何々を担当されました、はい、解決みたいなので、うん、その人の写真が載ってたとして、その人の足首もこう気持ち悪い切り取ってどれがどれかわからん、もう全部足首、怖い、そういうエッチーやつでももう関係なく、エッチーのもあれば女性でここだけ見れば全部同じ、めっちゃ怖い、それめっちゃ怖い。でもどっかいや、やっぱりヘラヘラしたいです。このままでいかしてください、30年後もいいいいいいいわとかとかいいやてか、喋らんくなったらほんまに終わるかも、はぁーとか言うはぁーとか言うて、そのまま死にたい、はぁーそれやっぱりテコのブレイクちゃいます。いや、血圧器、血管器で脳みそプスンっておじいちゃんって言われたら、僕の死因はそれハースって書かれる、おのハースって死因ハースって書いてほしい。なお葬式もなんか入るためにはあの絶対ハースって言われたら入れへんようにする。遺言で残さ遺言で残しとかなくても、だからお葬式参列の際には、参列者には皆さん、ハースお一言よろしくお願いいたします。ちっちゃいのやったら帰れっていうことあのその時もボイスも登録しとくから、ね、ハースなんの帰れって言われて、もう一回ハースって言ってくれたら入っていいよ、僕のなんか登録しといた音声が入っていいよって、入っていいよっつっていや、それやったら、あと僕なんか棺とかも飛ばしたいですもんね、なんかバシュッとなんか空とかなんか、なんやろう、できるんやったら、うん、空、なんかこうふかふかのとことかにバシュッって飛ばして、そこにシュポンって入ってたりですね、なんか何を言ってあれ人間大砲で人がズボーンって飛ばされて、はいはい、で、受け手の方にでかい網があるみたいな、あ、そんなんでそんなんがしたい。それの、棺桶バージョン。棺桶版。バーンと。飛ばしたら、バーン。で、その棺桶がバーンって飛んだ瞬間に、両サイドから、エクストライアルの、もう、バイクが、シューンってこう、あ、やってほしい、バーンって。やってほしい、それ。ど真ん中、あなたの棺桶がシューンって行って、ステイヤー。で、バイクもこう着地した、で、棺桶もズザーンって。ズザーンって、うわ、かっこいい。エキサイトバイクみたいな感じ。で、その後、バーンって、なんか、ヒーパーン。ポン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 、あ、やってほしい。でモンスタートラックブーイーン、あー、やってほしい。バインバインバインで、あの下に普通の自動車のやつをこう踏み散らかして、はいはいはい、バンバンバンって行った先にあなたの棺桶があって、バーンそれガタガタガタ、あーハースって中からハースよみがえるかもしれない、あんまりもうるさいから、ハースってハースで、出てきたらみんなでこう手つないでこう、わーって、やった、生き返ったってなって、ありがとうございましたーって、うん、やりたい、ボン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 、あ、痛い、もうあれ一発100万くらいするんでしょ、あれなんか100万くらいかなんか何十万くらいだよね、かけてそういうお葬式復活祭やりたい生前葬っていうのは今ね流行ってるらしいですかね、だっていいじゃないですか、猪木さんもやりましたから、え、リング上に死んだんですか、一回リング上に棺桶があって、うん、でそん時に久々にあれやったんやったっけな、人生のホームレス再度再び出てきて、でその自分が入ってるって言われてる棺桶をぶん殴るんですよ、うん、ガンってぶん殴った後取り出したら真っ赤な心臓が、うわー、すごいパフォーマンスが
インディ・ジョーンズみたいな感じ、なんかピカピカのやつがねズボってやってこうバーってハッ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 、でその取られた子が下の溶岩のところにボーンって下ろされたら、ここに残ってた心臓もボーって燃える。すごいですね、めちゃめちゃすごい。あ、ごめんなさい、今これ猪木の話じゃなくてあのインディ・ジョーンズの話あ、あれ騙された、あぶね、猪木さんがそんなめちゃめちゃ演出とかでなんか演出で猪木さんがそんなことしてんのかと思った。普通におもちゃのなんか心臓みたいなこう持ってました。あ、よかったよかった。で、それをクシャッってやったんですよ。で、ダーッくぐさってやって、ダーッどさやっぱりあかんかったな。で、結局その自分で壊した缶桶にまで入ってと思ったら、それが偽物で、またボンバーって、また、ヒロキさんでね、ガーッバーンって出まして、ゴワーってやって出てきて、そしたら抜かれた方の子供がこう溶岩の方にバーって行って、ここ残ってたり心臓がブワーって燃えます。ややこしなってる、テレコなってる、テレコなってる、話テレコなってる、テレコなってるよ。あれテレコなってる、テレコなってる。お猿さんの頭のところパカって取ったら脳みそのスープ出てくるやつ。ないそれ、これインディジョーンズ。あ、インディジョーンズや。これインディジョーンズ見てないですよね。もしくは、うんうん、缶オケはいを開けたらあかんって言われたのに開けようとするやつらがもうたくさん出てくる。いや、いますね、悪いやついますわ、いっぱい。で、ブワーってこう開けたら、そこからもう幽体みたいなのがブワーって動き出して、ハムナッパラっぽい、ハムナッパラっぽい。そうそうそう。で、目つぶってるやつには危害を加えずに、はい、そのまま、その開けたらあかんって言ってたやつを開けたかった悪いやつらがもうそれ見て、うわ、こんな素晴らしいものが、あ、俺らの力で、出てきたぞみたいな、イエーイイエーイって言ってたら、その幽体がその悪いやつの顔面にブワーってきて、なんこれ、なんこれ、なんこれ、なんこうやって食われるあの、なんやこれ言われて食われないですからね。なんこれ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 ね、なんやこれって、なんやこれこれはレイダースの話。レイダースはレイダース、もうここら辺はインディージョーンズで言うてくれたらいい。インディージョーンズ、レイダース、レイダース、インディージョーンズ、なんかサブタイトルなのか、それとももうレイダースだけなのか、あれ何どうやったっけ。え、分かんない。レイダースがトゥームレイダーじゃなくて、トゥームレイダーはだってあれじゃないですか、ゲームのやつ、ピチピチピチのタンクトップの、タンクトップの姉ちゃんが頑張るやつ、頑張るやつでしょ。二丁拳銃でこうバンバンバンって打ったり、安室奈美恵ちゃんみたいな感じの人でしょ。そう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 。で、でレイダースは違う。レイダースは結局インディージョーンズ。あ、ほらハリソン・フォードさんがお宝の砂金と同じ重さの土みたいなのをこうカポッパッパッてカポッパッパッパッてやって、はい、いけた、パッパッて、いけた、いけた、いけたって思って帰ってったら、大きい岩にこうゴロゴロゴロンってやられるやつ。あああれ、あれレイダース、あれレイダース、あれレイダース、ハリソン・フォードね。そう、ハリソン・フォード、はい、ハリソン、はぁ、ジョージ・ハリソン、はぁ、リソン、ほぉフォワードス、フォワードス、ハリソン・フォードの方、ああすごいな、これなんかもう猪木さんから普通に映画の話、映画、やっぱり映画好きですね。映画ね、ランボー見たい、だから早くランボー見たい。ランボー見ます。ランボーも名シーンいっぱいあるからね。いや、ていうか完全にその面白い一瞬、そうそうそう、ばっかりを見たい。ジャジン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 、助けないですかラジュンなんかあのランボーの時のスタロー、うん、全くまばたきせんから怖いんですよね。あわざとやろうけど、もう入りきってるんでしょうね、わざとでしょうね、あれはね、まあ、それぐらいなんでしょう、やっぱりね、その戦争から帰ってしまって、帰ってきた、まあ、その、ね、時代とのズレ、何も終わっちゃいないからね。だってベトナムもあの時のベトナムは死んだで、ランボ死んだでもあのって言ったらね、いや死んでませんって普通に返事しちゃうところにお茶目さを感じますもんね。何言ってるんですか。そうそう、何言ってる、死んでません、俺もあの頃の俺、あの頃の俺もあの頃のベトナムも死んでないですって。でそれをするっと無視する、あのトランプとマン大佐とランボーの、うん、あのいい感じの距離感の保ち方はあれですね、
ちょうどよくタラートマン大佐が無視するところですね。ちょうどなんかランボーがあの面倒なことはもう流しとこうっていうスタンスね。ランボーがなんかうわうわうわとか言ってなんかなんかあのいやシャバには出たくないっすねって言ったらまあ話を聞いや完全に向こうの意見はね、そうそう無視丸全然聞いてくれへんにゃと思いながら、お前をここから出せるかもしれない、別に出たくないっす、うん、まあ聞け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 って、まあ聞けってと思いながら、まあ聞けってと思いながら、俺もうすぐ石叩きたい、石コンコンって、石コンコン叩きに行きたい、石削りたいのに、まあ聞け、まあ聞け、まあ聞けって、お前をここから出せるかもしれない、いやだから出たないっつってんの、まあ聞け、だからもう、うい、おお、ザース、なんも、お前をここから出せるかもしれない。出たくないです。マーキずっとそこだけの言葉だけがずっとぐるぐる回ってる。マーキケ。ラモ、お前をここから出せるかもしれない。いやだから出たないって。マーキケ。ラモ、お前をここから出せるかもしれない。あの、まあ、なんかじゃあシャバのやりじゃやりも気苦労がなくていいんです。マーキケ。全然。突っ張れるわ、内容も言うてくれ、どうやったらお前をここから出せるかもしれないっていう内容があるはずやのに、内容にもくれずっと言うてくれない、まあ聞け聞けってだから、まあ聞け、え、何聞きます、え、何ですか、聞きましょうか、聞きましょうか、お前をここから出せるかもしれない、いや別にシャバーには出たくないです、ね、マーク系だからお前をから出せるかもしれない、だからどうやってだからランボ、だからもう出たないってマーク系ランボ、ランボ、ランボ、はい、なに、お前をから出せるかもしれない、出たないっつって、マーク系マーク系ランボ、ランボ、お前おぉだからずっとあそこだけでループできるんですよ、マーク系、まあ話を聞けマーク、ちょっとトラウトマン大佐は自分があの聞いてほしいところはお前をここから出せるかもしれないっていうことだけに集中したい内容はどうでもいい、でも出たくない、お前をここからえでも出たくない、マーキケ、ランボ、ランボ、はい、ランボ、何ですか、何ですか大佐、お前をここから出せるかもしれない、いや出たくないです、マーキケ、ランボ、ランボ、もういいや帰ってこれ、帰ってもトラ大佐一回帰って、一回ただひたすらお前をここから出せるかもしれないっていうことだけを伝えたい伝えたい、でも内容とかは特に触れないっていう、その内容を知りたければタイへ行けマーキケマーキなんぼもうめちゃめちゃやん、何やこれ面白いな、あ何時、あ1時や、あ告知あります、告知はね、珍しくない、後の話、はい、とりあえずまず、9月の22日、はい、もう今週の土曜日、はい、土曜日か、え、明日が20日、あ、危なかった、21金曜、うん、土曜日22、はい、22日に、滋賀県で、お笑いライブさせていただけるようになりまして、ありがとうございます、詳しくは、はい、またツイッターの方でね上げてますんで、僕ら地獄の遺伝子、そしてあの堺市のお二人と、はい、ミスター大阪海津さんと酒井さんのね、コンビで、はい、巨人師匠って言ったら巨人師匠来るみたいな感じだから巨人師匠の、はいはい、そうです、ゆかりのある、はい、が一緒に、笑いライブ してくれるということなんで、はい、ぜひ皆さんね、これぞと滋賀の方だったら、そこのお店屋さんのね、鉄板焼き屋さん、うん、鉄板焼き、鉄板焼き屋さん、はいはい、お好み焼きとか、はいはい、いろいろご飯がついてくる、いいそこのお店でさせていただきますので、いいじゃないですか、マーキケもう話聞いてる、お前はここで焼きそばを作る、いや、まあ、ここはな、たこ焼きが得意マーキケもうお前はここで焼きそばを作る、おなんなんホースってもうホースは分からんな、いやいやホースが分からん、ホースは分からんな、なんなんホースって、そして、来週の、はい、
え、これいつの話だっけ、なんか10月の内容が今最近ちょっと進めてるから、ああそういうのね、わかりません。どっちや、ラモ、そういうのあるな、マーケ聞いとるわ、黙って聞いとるやないか今。お前は来週浅草に行くかもしれない飛行機代がありません、マーケお前は来週浅草に乱暴乱暴聞いてる聞いてる、もうということでね、はい、もしよろしかったら、あ、来週の28日にランボ、28日に浅草、こんばんは、で29日に徳島で、で30日に大阪とぐるっと回ってきます。めっちゃ忙しいやん、いろいろね回っておりますので、もう今週の地獄の遺伝子の単独ライブも終わりまして、ああちょっと先のことになりますけど、はい、一つ入れときますか。何ですか。来月10月の10日、ああはいはいはい、10の日、はい、パチンコ屋さん楽園が絶対イベントです。そんな日にやるんですか。10月10日は、はい、そんな日に何をやるんですか。私と、あ、これどっちで言うといた方がいい。ヨシキサカンカラで、ヨシキサカンカラ店長がワイワイします。店長として、はい、あの、イベントの手伝いをしに行くんです。乱暴イベントの手伝いをしたいときです。マーキペ聞いとるかい。肯定的な意見出したじゃないか今。お前はどんどんもっとご飯を食べる。もういやいや食べたないね、もうもっと食べる。ちゃうね、もう最近食べたないね。モツを食べよう。いやー食べたい。マーケティング。でも食べ。ランボ。うるせえ。ほー。10月10日に難波白芸で。まあ僕はまあお手伝いみたいな感じで。なんかね。言ったらそうです。まあなんかイベントボード書いたりとか。イベントの手伝いです。いろんなわちゃわちゃできるような感じで、関わってくれます。はい。まあ、もしよろしかったらまだね、詳しい詳細とかはまだね、まあ、お店の宣伝っていう感じでね、うん、その日は、はい、開けていただきながら、はい、いろんなそういうねちょっと変わったレアなイベントが行われる10月10日、はい、また交互期待ということで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さへー、ランボーランボーじゃない、ランボーじゃない、負け負け、まマンボ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 、なんやろ、あ、特にないかな、まあ、特にないですよ。9月はまあ、今日はちょっとね、うん、オープンが遅れましたけど、あら、うん、まだ、まあ、金曜日も遅れるんですけど、それ以外はすでに決まってる、あ、いや、営業に行くんで、あら出張営業に行くんで、素晴らしい、ね、実は中石真澄さんとなんか、うわ飯食いたいわっていう既得な方がいらっしゃったら、全然一声かけてくれたら全然どこでも行くんでそれはなかなか際どい、大体どこでも行くんで、際どい営業ですね。全然全然行くんで、でご飯食って帰るだけなんで、ああなるほど、ご飯食って帰る、ご飯とか、全然全然、それ飯とも飯とも飯とも営業じゃないこれ飯とも、ね、飯とも飯ともこれお金もらってないから誰の飯ともや飯あかんわこれ、うまい店見つけたから言うて、ありがとうございます、行きます行きますって、ランボランボランボ、お前を美味しい店に連れて行けるかもしれないいやその日はマーケランボ食い気味になってきた、だんだんだから何やろ、美味しいお店に連れて美味しいお店に連れて行けるかもしれないだけですよ、別に美味しないかもしれないし、だったら連れててくれないかもしれない、店にさ噂、すごい噂、薄い噂、店かも、うん、知れへん、お前を美味しいお店に連れて行けるかもしれない、ランボー、でも行けないかも、マーキケマーキケ、ランボー、そらへん話が怖い怖いで、まあなんか、はい、まあ21はまあ飯食ってくる、なるほど、うん、まあ言うてもまあまあどうせ近しい人ですけど、うんうん、まあで3連休は全部開けます。あ、次もまた3連休、はい、そうですよ、あらで、ね、月末にかけても全部暇なんで全部開けますんで、よろしくお願いします、よろしくお願いします、それくらいかな。で10月とかまあ頑張ります、そうね、10月とか ねまた打ち合わせしないとね、まあ、ねえ、なんかもう、え、でも
今までにないことを何かやろうと企んでる。そうですね、もう棺を棺を飛ばします。すいません、棺バシュバウン、あ、空のやつ飛ばしたいですね。なんかね、できれば空のやつを飛ばしてバラバラになってほしいですね。なんか僕の死体入ってへんかったんかいみたいな、ほんまにイリュージョンみたいなの考えてるなんかいつの間にか死体を入れ替えときたいですね。入ってる棺をね、むっちゃ金かけたい。なんかお、なんか外やん、デビットカッパーフィールドみたい。あ、もうなんか京セラドームとか借りたい。なんかそれでやるためだけに。あ、でもそういうあれかな、だから大掛かりな、あ、仕掛けのものをやりながらも、でも僕らがここでやるんやったらこうなりますよ感みたいな。そうそうそう、そう、デビットカッパーフィールドさんやったらこうどっかこう別なところにね、瞬間移動みたいな、うん、やってるやつが僕らバージョンでは瞬間移動しっぱなし、終わり瞬間移動しっぱなし、しっぱなし、ヨガヨガヨガ、あ、だからか中で めっちゃヨガヨガしてる、ひつぎバーンって飛ばしてバーンって粉砕したっきり終わり中身やからただ壊す、ただ中身やから、かでもいつの目変わったかとか何も言わへん、終わりそのままただ終わる、へえ、というわけで、まあ、もうそろそろぜひ皆さんお楽しみに。食べ過ぎだし飲み過ぎたもあるんで、うん、最近もっぱらの悩みが、はい、なんやろ、その日のうちに二日酔い始まるんですよね。頭めっちゃ痛いなんですよ。ええー、まあ、ちゃっと痛い。やめよ。だからちょっと限界来てるかもしれない。危ない。ちょっと二日酔い来てるわ。というわけで、はい、もう切っていいですか。切りましょう。ょう、いい、体調が悪くなると危ないですからね。珍しく僕側の方からなんかね言いましたよ。でもまあ結構長いことやりました。はい。というわけで、ぜひまた。ありがとうございました。来週。ホース。これから切る。はい、これ切って、これ切って、これ切って、これ切る。お疲れ様でした。